民進党の蓮舫新代表がテレビ朝日の番組に出演し幹事長には論戦力のある重鎮を起用する考えを示しましまた。今日午後執行部の骨格となる人事を発表する方針です。私が 参議院議員ですから、はい、物理的にその国会は衆議院から代表質問始まって、うん、予算委員会も衆議院から始まりますので、はい、その部分では私に代わってしっかりと安倍政権と対峙できる論戦力を持った人、うんはい、そこはやっぱり重い方にと考えています焦点の幹事長には枝野氏の続投を望む声が上がっていますが枝野氏は誇示する考えです。代表表選挙でいち早く蓮舫氏の支持を表明した 細野元環境大臣の起用も取り沙汰されていますそして代表選挙で争った前原元外務大臣と玉城国対副委員長をどう処遇するかも焦点です幹事長や政調会長など新しい執行部は今日午後に開かれる両院議員総会で発表される予定です